わかった。 パスカル、こちら9Sうん。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。通信はダメだ。直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。 兄ちゃん、なんで本なんか読むんだよ。知識は人を豊かにするからな。データで転送すれば済むだけだろ。自分で読まないと心の中に入ってこないだろ。分かったよ。なあ兄ちゃん。なんだ。俺の名前イブって女の名前って書いてあるけど、俺たちの名前は カインとアベルとかの方がいいんじゃないのか。人間は名前を簡単に変えたりはしない。自分の名前に誇りを持て。イブ。分かったよ。兄ちゃんがそう言うならイブのままでいい。いい子だ。なあ兄ちゃん。なんだ。これ読み終わったら遊びに行こうよ。きっとすごく楽しいと思うんだ。構わないよ。 でも本を読んだ後でな。本当に？じゃあ俺頑張って読むよ。頑張って読むからね。あ、そうしろ。 ことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。
人が届くアンドロイドプサに支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は退避し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。ポチザ空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊の支援を求む。EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。オペレーター 2-1-0 より 9S へ通達。衛星レーザーの直接攻撃を敢行することが決定。照準を安定させるため敵の EMP 発生機を破壊してください。 EMP 発生機って。具体的な座標をマップデータとして転送します。EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。
超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を指示。電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊。北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。トゥビー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。トゥビー、ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビー、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接？そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。まずいですよ。ここを離脱しましょう。アンドロイド殲滅用として開発されたのですが、
制御不能になってしまって、当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんです。が結局我々も暴走を止めることができなくて、深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか、クビ、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。クービー、僕は空母に搭載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。ミサイルコントロール起動、発射準備。ミサイルコントロール開始、確認、発射可能準備です。発射。姿勢制御がこんなに重いなんて。警告、障害物中、接触すると重大な事故につながる恐れ。分かってるって。墜落した夜波部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。